グレン第一商業高校の生徒諸君、僕が本日よりシミノメに代わり本校の生徒会長を務める。我々はシミノメのような横暴は許さない。君たちには階層の分け隔てなく全校生徒平等な生活を約束しよう。最下層の生徒諸君、今までのような生活は今日で終わりを告げる。これからは我々と同じランクで存分に学園生活を謳歌するがいい。いらっしゃいませ。くれないカムイはいるか？いいえ、ここには。あいつどこへ行ったんだ。ご注文をどうぞ。コーヒー5万グレンになります。5万だと？ここはぼったくりバーか。生徒会の方針ですのよ。今日から最上階のランクに合わせて全ての物価が値上がりしましたの。消費税 50%。 新しい会長さんは随分と大胆だな。これで平等とはよく言ったもんだ。日村、お客様、大胆なお持ち込みはその。上の連中を飼いならし、下の奴らは切り捨てる。それが狙いか。お前何のんきにくつろいでる。ここまでコケにされて平気なのか？平気なわけねえだろ。じゃあ何してるんだ。俺とお前だけじゃ奴らに勝てねえだろ。くれないカムイは。あんなふぬけは知らん。ったく、どんだけ世話が焼けるバカなんだ。てめえが立ち上がらねえで誰が赤章を救えるんだよ。そんなこと言われてもさ。アホ政府の代わりに俺が言ってやる。このバカ紐二度。無理よ、あんなのギターケースもなしで勝てるわけないわ。だよね。黙れ黙れ、誰に言うとども。まんまったれたこと言ってんじゃねえ。だってあいつめちゃくちゃ強いもん。一人じゃ無理だもん。絶対負けるもん。どうせまた負けるに決まってるもん。立て、このクズ。プリマベーラさん。一人じゃ無理、負けるに決まっている。一体どの口からそんな言葉が出るのですか。でも俺は。もとよりプライドも根性もないあなたが今さら何を失うというのです。命ですか。だってあなたの命はお嬢様が恩義を呈して救われた命。すでに貴様のようなクズのものではない。お嬢様の危機を貴様が見過ごしていい道理などあるはずがない。一体誰の許しを得て勝手に諦めているんだ。言ってみろ、神様か。だったらそんな神様絶対許してやるもんか。いやー、さっさと諦めちゃいなよ。ギターケースさえ手に入ればあなた方に用はありません。さあこちらによこしなさい。これは渡しません。お嬢様の解放が先です。往生際が悪いですね。聞き分けのない子は退治しちゃうぞ。まあ、くそーくそーくそー、みんな好きだってばっか言いやがって。俺だって分かってるんだよ。俺は茜がいないとダメなんだ。あいつがいないと俺は紐にもニートにもなれないんだ。何を言ってるんだ貴様。おいお前ら。
仕方ねえ。え、てめえが戦うんなら手貸してやるよ。あ、この学園を取り戻すためだ。ぬくもり、ついそれを伸ばし。